黒田源氏は、熊本県出身の日本の心理学者、美術史や、熊本市出身。1911年京都帝国大学文科大学哲学科心理学専攻を卒業して、同大学院に進む。1914年京都、帝国大学医科大学復讐。1920年医学部講師。1923年、両眼視現象の研究についてで、 京都帝国大学文学博士。1924年日独文化協会日本研究所の初代所長としてベルリンに駐在。1926年帰国して満州医科大学教授。1929年満州医科大学の中に東亜医学研究室を創設。1931年再びヨーロッパ留学。 1939年満州以下、大学附属図書館館長、医学陳列館館長、余華主治、東医学研究所所長などを歴任。1946年引上げ帰国。1947年東京国立博物館、陳列科職宅、国立博物館奈良文館長。1952年、奈良国立博物館館長。 1952年なら国立文化財研究所所長。旧姓はありま、黒田家の養子となって黒田姓を名乗る。ありがとうございます。